マガツ払いオーディオコメンタリーわー、いやー、これから始まるワルダクムって感じですねそうですね、ラボはワルダクムにしますからね。ただワルダクムにするんですけれど、うん、なんかその場その場の思いつきがメインなんですよね。刹那主義的だなーと思いながらそうなんですよね。だから、結構ルートによってそのやってることがガラリと変わるんですよね。そうなんですか？はい。まあ、基本的なその、基本的な狙いは、それはやっぱりその、ハヤトだとかシオンだとか、なんていうのは変わらなくても、その、割とその場の思いつきでこいつその、チャートを変更するといいますか。ほう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 。ここでオリチャー発動ですみたいなこと。はい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 。へぇー。そうですね。それでなかなかその、うん、しっぺ返しを食らったりするところとかもでも悪いやつは悪いやつのままなんですね。そうですね。そうですね。ずっと楽しそうですしねいいな、こういう人生送りたかった死んだみたいだ私、送りたかった生きてる生きてるこれからこれからです、これからこれからいやー、悪いやつが出てきたぞっていうところですね。そうですね。からのなんですよね。からのですね。からのっていう。来るぞ、イスルギ。さて、宴の始まりよ。ああ、かっこいいシーンだ。百鬼夜行を堪能せ。私地味、はい、これは私がずっと悩んでることなんですけど、お、はい、百鬼夜行なのか百鬼夜行なのか難しいなって思いながら、なんか耳で聞くと百鬼夜行が多いんだけれども、なんか専門的な話だと百鬼夜行も聞くなと思うと、もうあ、どっちどっちどっちって毎回こういう難しめのやつだと悩むんですよね。ああ、なるほど。確かにライターとしてもそういうのは結構あるんですよねあの正しい方法を、あの正しい言葉を優先して、でも知っている人があんまり少ないとあの分かってくれないからやめようみたいな、あのやっぱやってくれた人のがパッとよく分かってくれる単語をなるべく選ぼうみたいなことのは考えてますね私すっかり光太郎くんのこと聞き忘れたんですけど、私光太郎くんも好きなんですけど、光太郎くんは何を込めましたあそうですね、あの僕、下手でな親友が好きなんです。あ、悪友。よくある悪友ですね。そうですね。そういう子が、あの、土壇場でキラーって輝くと、うん、あの、少年漫画をちっちゃい頃読んでる時のあの気持ちがうずき出すと言いますか、ね。とてもよくわかります。お前は立つのかみたいな。あんなに臆病だった。お前がみたいなので、そう。その伸び幅がいいんですよね。このコメディ路線を行きつつ、かっこいいところはかっこいいっていう。そうですね。臆病者だからこその美しい勇気っていうものにこう、ぐっときて、おーっていうので、まあ、心が、もう、生き立つじゃない、奮い立つと言いますか。すいません、今のは忘れてください。間違えちゃった。間違えた。あ、ありがとうございます。吐くのも私結構好きです。さあ、ザナミさん、聖域聖域すごい。翼さんの、翼ちゃんのかっこいいシーンをつるっと流してしまいましたけど、はい、弓なんですよね。そうですね、弓ですね。なんで弓にしたんですか？ああ、弓はそうですね、やっぱりあの、まあ、元男であるっていうのも加えて、かつ、あの、女の子の体に持たせたとしても、やっぱりあの、いい感じに画面映えしてっていうのをいろいろ考えた結果、あと いところのでの御曹司でもあるから、やっぱりその昔の武家とかのもやっぱりあの弓使ってても全然そうですね。っていうかむしろあの源平合戦とかあの辺の頃とかのはちゃんとあの弓の方のがメイン武装の花形の部分がありましたから。そうなんですね、はい、今ちょっとえってなってますねは、わからせなきゃ。俺がわからせなきゃっていう気持ちが、どんどん膨れ上がってるんですけど、この足だけで。このふくらはぎねみたいな。そう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 。まあ、つまり、
隅で無様に震えとろってことさ。隠したども、お、言ったな。楽しくなきゃ目指してやるつもりだが。すごく怖い。の見方を気取ってみるか。お、やるか。イカリアのボンボン様よ。俺じゃなかった。おやるかではないんですけど、これさっき、はい、なんか軽く休憩を取った時に、はい、あの赤月和也のことをずっとピョピョピョって喋ってくれたのに、なんでそれ言ってくれないんですか？それはユーザーがみんな聞きたいことなんですけどっていうのがいっぱいあったので、ちょっと喋ってください。そうですね。止まるな。僕は完全にビビり出してる。どうして？カズヤ君いっぱいいいところあったって話をしてたじゃん。そうですね。カズヤ君は本当にいいところたくさんありますね。そう、なんかあれ、そうちらって話してたのだと、結局あの。スンが多いデレだから、何かあった時には、しゃーねーなっつって、助けてくれるタイプなんですよっていうのを、5分くらい喋ってくれたんですけど、ここでは割愛されました。あー、この CG。こんな。あっ、なんで好きかって、はい、キャラ性も結構かっこいいじゃないですか。ですね。あの、どちらかというと、あ、私が男だったらこんなキャラできたっていう憧れも強いんですよね。あー、なるほど。なかなかこの女では回ってこないタイプの悪友タイプじゃないですか。あー、はい、あの、うらーみたいなことを言いながら、あので、なかなかこう生えづらいので女の子だと。あー、そうそうそう、っていうのもあって、確かに女の子キャラでこういうそやな口調っていうものを、あの、なかなか回ってこないっていうのはありますよね。さざ波特に回ってこないので、そう、羨ましいなっていう気持ちが多分80割くらいです。あ、割いっぱいになっちゃった。80割いっぱいになっちゃった。 800% ですね。 800% ですね。いいシーン。よさぬか、このたわけ火星などと無謀なことは考えるでない。来るぞ来るぞ。無策で突っ込むイノシシなど、シオンちゃん、どこが行こうが一発芸じゃ。後が続かぬ、我慢せよ。そう、シオンちゃんはこの後結構ポンコツなんだけれども、すごくポンコツなんだけれども、やっぱり頭は回るんですよね。そうですね、地頭はいいんですね、ポンコツですけど。そう、ちょっと10連引いちゃうだけですよね。もうあと10連。いや、わかるんですよ。天井まであと何連って考えると、いや、来るはずなんだよな、確率的に、みたいな。ここで、もう一回課金さえすれば。そうそう、ってなるんですけどね。俺の弱さが、あいつ一人に任せていい免罪符になど、なるものかよ。隼人くんのセリフっていちいちかっこいいじゃないですか。まっすぐですよね。いちいちかっこいいじゃないですか。はい、悩みました、セリフって。あの、ハヤト君は、あの、すごく簡単にセリフは出てくるんですけれど、ただ、そのセリフを言わせるたびに、僕自身が、お前はなぜそんなにまっすぐで荒れるんだみたいな、あの、なぜ高浜が幼き日に亡くしてしまったあの日の同型をずっと保ち続けながら、手を伸ばすことができるんだみたいなことので、もうなんか、目が焼かれると言いますか。目が焼かれる。でも高浜さんの中にそれがあるからこそセリフとして出るんですよ。忘れてないですよ。本当かな、そのランさん。わかんない、でもただの性癖サンタさんだなっていう印象が強すぎてわからないです。おっと、いきなり上げた下げ。せっかく上げてくれたのになんかいきなり下げられたぞ。その性癖サンタさん。ライトの性癖サンタさん、やば。わーい、チックショー。まあ、そうですね。書きやすくはありました。あの、ただその度に僕のメンタルはダメージを負いました。一番書きにくかったのは誰です？はい、一番書きにくかった。ぬるい攻めだぜ、もっとギアを上げてくい。割と、うんうん、思いつかない。あ、じゃあ全員書きやすかった。割とみんな書きやすくはあったんですけど、ただ今作ね、書きやすくはあったんですけれど、さっきも言ったように、その僕の心をその きらめきだとか、あるいはその場のノリだとかで結構置き去りにする場面が多くてですね、はい、あの、か
和也くんは結構いい子だったですね。あ、いい子。いい子でした、この子は。いい子でしたか、うちの和也は。はい、おっとっと。おっとっとっとと。知らない間に、花波さんの子になっちゃったぞ。なんか、すぐちょっと好きなキャラクター見ると、かごめんかごめんかごめんって聞こえちゃうので、ちょっとうちのものになっちゃいました。すいません。戻しておきますね。いやいやいや、この子は私の子なのよっていう。そんな。オウムをかばったナウシカみたいな。でもなんか本当に全員キャラが立っているから、その、はい、何でしょう、絶対誰かには刺さりますよね。そうですね、はい、あのみんなそれぞれ抱える悩みだったり、うん、その超えるべき壁だったり、うんうん、もし抱えた傷だったりみたいな、うんうん、そういったものはちゃんといろいろみんな持ってるんですけれど、うんうん、まあその中でそうですね、うんうん、でみんなそれぞれその救われる時っていうものは、あの、うんうん、優しさでちゃんと救われるようにしようっていうのはすごくあの気使った部分ではありますね、はい、誰かを思う気持ちだったりだとか、はい、だから今まで自分はそのパワーだとかそういったもんというものに結構目つかけてたんですけれど、今作はその割と今書かれている通りに、あの格上殺しとかのができるようにと言いますか、あのちゃんとその自分の方が強いんだみたいなものだけじゃなくて、うんうん、君を救いたいんだみたいなものっていうものがちゃんと奇跡というかね、うんうん、あの救いとして現れるようなものにしようっていうのは考えて作った感じですかね。絶対その主人公の隼人くんがやっぱりいい子だから絶対絶対手を差し伸べるんですよね。そうですね、うん、誰に対してもね、うんうんうん、そして僕の心にこうムサッと刺さる。汚れちまった大人には。そうですね。いつか高浜さんの心も隼人くんによって救われるといいですね。いや、十分救われてはいるんですよ。いいですか、大丈夫ですか。そうですね、あの明らかにフリーじゃないね。僕の心境は和也と同じような感じの部分というのは結構ありましたからね。これほどの実力者が無名で育つはずがない。え、マガツを従わせて人に呪いをかけてますか。むしろそこまではテクニックはないんで。テクニックが足らないだけか、ね、あ、っていうことはさっきの話でいくと、はい、めっちゃ積んででもデレなんですか。和也くんと一緒。めっちゃ積んでデレなんですか。弱者あれらって言って最後に来るんですか。僕そんな地頃に見えますかね。あ、見えません。即答。そうですね、こんな自信満々なこのニヤリとなんでできませんしね、今の和也くんみたいな。なかなか本当に自信がないと大人になった、まあ私もですけど、ニヤリとこうできませんよね、何かに対して。そうですね、あの、てめえこの野郎俺はよみたいなことのがどんどん言えなくなっていきますしね。そうですね、本当に眩しい話なんですよね。はい、うまくいったつもりか。